ウラレポ音声レポート、ウララジです。ウラレッズは先週末、アウェーで名古屋グランパスに0対3の完敗を喫してしまいました。そしてミッドウィークには、また名古屋3連戦の締めくくりとなるルヴァンカップ準々決勝第2戦の名古屋戦を控えています。今日も河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。お熱ございます。本当にもう熱くて脳みそがとろけそうなぐらいでございますけども、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。暑い日が続いてますけど、先週末のリーグ戦の名古屋戦は、まあ、メンバーを大幅に入れ替えての臨んだ形でしたけど、0対3の完敗でしたね。いやもうね、なんかこのスキルの違いといい、こうなんかゲームプランのゲームの運び方といい、なんか名古屋の手のひらの中で、長谷川健太監督の手のひらの中でもてあそばれたって感じですよね。もうほんと腹が立つ。長谷川監督もね、試合後の会見で、まあ、ルヴァンカップの第一戦も前からプレッシャーかけて、まあ、列にかなり剥がされたけど、それを継続した、またリーグ戦で、それに今度は成功したみたいなコメントでしたもんね。まあ、ブロック引いた後は崩せなかったし、そこからのカウンターの、ね、狙いもすごかったし、まあ、うちのミスが続いたっていうのもあるかもしれないけれども、いや、リカルド監督もですね、ルヴァンカップの前日の、はい、まあ、火曜日の会見で、いやー、勝てるチャンスはあったっていうかね、前半の終了間際に、コーナーキックからの流れで、点が取れてる、取れてたら、そのね、矢先に取れるかなと思うような、はい、いい流れの中の矢先に失点した、で後半に入って、1-2 にできるチャンスがあった、江坂選手のね、はいはい、あそこで決めてたらっていうような思いもあったみたいで、ちょっと悔しがってましたけれども、いやそれ以前の問題かなって、もううまくピッチの中で修正してきたのは名古屋だなっていうような感じでしたもんね。アンカー1枚のところの両脇をこうできればインナーラップしてサイドバック、はい、もしくはサイドハーフが使うっていうようなね、そこの狙いを結構やってたんだけれども、はい、それをなんかこうちょっとダブルボランチっぽい感じにしたりとかね、5-4-1 のブロックにしてとかっていうような感じでスペース消しましたもんね、本当に。だからボール持ってても、はいはい、名古屋のディフェンダーは怖くなかったと思う、浦和の攻撃が。でそのメンバーの部分でも、はい、当初のね、はい、この3連戦のゲームプランでは、ショルツ選手と酒井宏樹選手を2試合起用するっていうのが、そのゲームプランだったらしいんですよ、浦和は。あ、なるほど。ところがそれがちょっとね、怪我によって崩れてしまったっていう、もうね、でしかもなんか大丈夫っていう、はい、だってもうオベルック選手だってほらね、張りがあるんでしょ、ね、もものね、ね、そういうのもあるし、ね、この間のリーグ戦の名古屋では、まあ、柴戸選手と平野選手が負傷交代っていうような、はい、まあ、やむを得ない部分もあるけれども、ちょっとなっていう、まあ、不運が重なったっていうのもあるけれども、ね、だからまあ、はい、そこは嘆いていてもしょうがないんで、もう戦えるメンバーで、で怪我人的には、はい、こう軽くってすぐに復帰できる選手と、そうじゃない選手がいるって、あんまりこう試合前日だったので、はっきりしたような感じのことは、明言は避けましたけれども、まあ、そんな風におっしゃってます。ちょっとやっぱ怪我人ね、この名古屋連戦でもね、何人か出ちゃいましたからね、ちょっと心配ですよね。ちょっとこの後の8月って結構裏はね、ACL もありますから ね、はい、ね、ありますからね、きついなとは思っていますけど、まあね、無理して使ってまたすぐダメになっちゃうっていうよりは、ね、ちょっとそれはね、いいんじゃない、ちょっとしっかり休ませてあげてとか、まあ、ユンカー選手も徐々に戻っ
ってきてるのかなっていうような部分もあるけれども、はいはいはい、うん、いやわ松尾選手すごかったんだっていうのを改めて感じさせられたし、ね、ちょっとね松尾選手がいるいないでちょっと影響が出てくるぐらいの存在になってきましたもんね。松尾選手かゆいところに手が届きます ね本当感じ、なんかこう降りてくるタイミングとか、そういうのがすごい合ってるなって、でユンカー選手も気が利く選手なんですけれども、室内でも怖さは発揮できるんですけれども、なんかこうまだ試合感っていうところでこう休んでた時間が長かった分、ちょっとまだ出来上がってないかなっていうようなところもあるんで、まあねえ、ねえって言ってもしょうがないですけれども、ね、まあそんな中でね、あの名古屋3連戦というあの変わった日程になってますけど、また明日がルヴァンカップ準々決勝の今度は第2戦の名古屋戦ということで、第1戦はアウェーで1対1の、まあ、ドローで終わっての第2戦、まあ、列としてはアウェーゴールが1点あるという形ですかね。もうでもアウェーゴールのことを忘れた方がいいかもしれない、まあそうですね、0-0 なら勝ち抜けますけど、まあ、ちょっとそれを狙ってやれるあれじゃないですもんね。ないですね。ディカルド監督も、あの引き分け狙いっていう、0-0 狙いは、はい、リスクのある戦い方だと思うのでしっかりと勝ちに行きたいっていうふうに言ってましたんで、まあこの間もう本当本当に完敗だったので、そこをチームとしてね、ミスも起きるもんですから、そこをチームとしてどういうふうにカバーできるのか、どういうふうに修正できるのかっていう部分で、チームとして戦う。もうね、しょうがない。もうこのスピードがすごいとか、このテクニックがあるなとか、はこんなとこ見てるんだとかっていうような、その、この能力のずば抜けてるところは、もうしょうがないんで、そこをチームとしてどういうふうに組織として戦ってフォローしていくかっていうとこだと思うんですよ。で、あの、名古屋に対してリカルド監督も、まあ前回の戦いね、リーグ戦は良くなかったっていうのをちゃんとね、叩き込んでますし、で、名古屋のカウンターをしっかりと阻止することが大事だって、名古屋は縦のプレーが得意なチームだが、この前の試合では少しカウンターをさせてしまった、で、おそらく同じメンバーで来るだろうという、そうしてるっていう、まあ、この前のリーグ戦と同じメンバーってことですかね。ね、ほんのちょっとしか変えないと思うな、あの勢いで来るだろうし、引くこともできるし、前からプレスかけていくこともできるし、まあ手の内の読み合いですよね、ここはね。3連戦ですからね。ねえ、なんか長谷川監督も前日の会見で、まあ、また2戦目同様前から激しくプレッシャーをかけたいみたいなことはコメントはしてるようですけど、まあ、これも探り合いなんでどうなるかってところです。いや探り合いですよ、ね、本当に情報戦の探り合いですよ。そうですね、そうですね。ただ名古屋がどんな策を練ってきても、長谷川監督がどんな策を作ってきても、まあチームとしてそれをこううまく修正しながら、自分たちがボールを持ってちょっと鋭い攻撃を仕掛ける、相手のディフェンスラインをぐーっと下げさせたりとか、ちょっと前にね、出させておびき寄せてそのディフェンスの背後をつけるような動きをするとか、そういうなんかこううちもしたたかに戦いたいですよね。したたかに戦って、まあ、3-0 で勝つっていうんで。そうはね。もうリーグのお返しをここでしっかりして、で、なおかつ、あの、プライムステージ突破、準決勝に進むと。まあ、理想的な展開を思い描いております。はい。まあ、勝ち以上ではレッツが突破、1-1だと延長になるってことですかね。はい。2-2 だと名古屋が、2-2は名古屋とハウェイゴール2点ってことですね、0-0 は、レッツの勝ち抜けと、はい、いやでもなんかこう探り合いで面白いですよ。まあね、こう3連戦っていうねところでもうそういう意味での探り合いもあるでしょうからね。だからね、まあ宮本選手、相馬選手と結構マッチアップしてたじゃないですか、いいお勉強になったと思いますよ。お金では払えない、どうやったら止められるのか、ファールなくしてどうやったらボール奪えるのかっ
ていう、あ、いいお勉強になったと思いますよ。知念選手だって ね、すごいいいお勉強になったと思います、うん、だから敗戦から学ぶことってすごく多かったと思うんです、うん、この間、うん、だそれをチームとして、うん、個人として生かして、うん、勝利にしましょう、ね、でしかも声出しが2年半ぶりですよ。そうなんですよ。その明日の試合、声出し検証試合ということで、レッツの場合タイでの ACL でね、あります、声出しはありましたけど、はい、国内の試合だとコロナ禍に入る2020年の多分リーグ開幕戦の湘南戦以来じゃないですかね。もう2年半ぶりぐらい。そうですよ、2年半ぶりですよ。ねえ、サイスタでみんなの声があって、まあ、エリア、声出しエリアは決められてますけれども、はいはい、うん、まあ、その声がね、うん、南と北で挟むような形でね、うん、そしてメインとバックの声出しじゃないエリアの人たちはもう手拍子と拍手で、それに合わせて、共に戦って勝ちましょうよ、うんうん。ねえ、ちょっといい雰囲気になりそうですからね。もう楽しみです、私も、はい、このサポーターの、ね、後押しを受けて準決勝進出といきたいところです、はい、高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートではウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。本日も高根ありがとうございました。リカルド監督は浦和レッズのアイデンティティ、ね、アイデンティティを見せられる試合にしたいっていう風におっしゃってましたんで、しっかりと戦って最後の笛が鳴るまで気を抜かず勝ちましょう。勝ちましょう。